ステージマネージャー山本でございます。本日はお疲れ様でございます。ステージマネージャーという立場ではなくて、会館をお使いいただくご利用者のお世話をさせていただく役回りの山本として今日は、出てまいりました。いろいろ、岩崎先生とかに教えていただきながら学んでいて、いろんな知恵じゃないな、正しいことを進めていきたいと思ってるんですが、さてコンサートの開催時はですね、作らせていただいた行動基準、主催者向けの行動基準にも書かせていただきましたが、開演中はコンサートを静かに聞いていらっしゃるので、そこで、感染が拡大することは少ないであろうと考えております。そんな時よりも、おいでになった時の、ホワイエとかエントランスとか、こういうところですね、特にトイレのところが、気になります。実際に今日おいでいただいてトイレをお使いいただいた方も、見ていただいたと思うんですが、足元にはあのように、もちろんディスタンスのサインは置いてあります。そして、男性用のトイレは小さい方は5つあるうち、1個置きにしてます。これもディスタンスを確保するためで、はい、そうですね、5つのうち2つちょっと閉じております。個室に関しては大丈夫なので個室は全部です。さて、人数入り口付近の対応が大変だと思うんですが、トイレの人数制限というのは大事でございまして、その入り口のスタッフさんの対応が、大事重要だということでございます。今、男性用は、女性用も一緒ですね、定員にいっぱいもし今の段階でいるとしましてですね、次お願いします。で、定員のにあふれる方が今トイレに行こうと思った時にですね、次ですよね、ここにいる女の子がいると思うんですけど、あの子の役割が必要だということになります。ちょっと待ってくださいねと、ここでお待ちいただけますかということが必要になります。足元、次の画面ですね、そうですね、真面目に立ってもらってますが、そして、定員いっぱいいっぱいの方お一人が出てきた段階でです。はい、でやっと次の人が入れます。やっぱりどうしても彼女、入り口の彼女の役割がとっても重要です。男子トイレなので、女性がなかなか中まで見れませんが、人数を把握していただいてこういう作業が必要です。なお、先ほどからありますが、何かする前と後では手指衛生でございますね。ここではアルコール消毒で、トイレをご用を済ませいただいた後は石鹸を使った30秒の、入念な手洗い、以上手指衛生ですね、をやっていただいてということを、これはご利用者皆様のお願いでございます。てなことで、トイレの入り口にもですね、主催者になりうる方々はスタッフを置いていただかなくちゃいけないって、ちょっと面倒なんですけど、こういう対応もいただかなくちゃいけないということが一つございます。さて、もうちょっと、いろんなことを、学んで、一緒に学んでおりますが、要は体調管理をしなくちゃいけないよとか、マスクはしましょうねとか、手指衛生、これ全てにおいて手指衛生、岩崎先生にもおっしゃっていただいてますけど、から距離を置きましょうねと。それから換気でしょうか。先ほども換気の話出ましたが、ホールは大丈夫なんですが、今日おいでいただいた方にも練習室をご利用いただいたらお客様もたくさんいらっしゃると思うんですが、ちょっとね、空気の流れが見える映像をご用意したので、お見せいたします。早回しで3分間って書いてます。早回しで出ます。スタート、右下に見えにくいんですけどね、秒が22、30、40、煙を焚いて、スモークマシンで煙を焚いて1分経ちましたが、まだこれ空調がない状態です。空調がない状態で1分半2分経ってもこのように煙はまだ漂っています。ちなみにここ練習室5番です。2分半3分経ってもまだ煙はなくならない、空調を入れないのでですね。ところがですね、ここちょっと見逃さないようにすぐ行っちゃうのでスッとなくなります。数秒後に、まず、40秒経ちましたが、
もうほぼほぼ煙は見えないと思います。1分経ちました。右側の光源のところに少し残ってはいますが、だん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 なくなって、多分今2分ぐらいにはほぼほぼ煙はなくなったと思います。見逃しませんでした、あの煙。煙出て、ほんの数秒で空調をオンにしますね。次、よいしょと、はい。ですので、ホールもちろん練習室も空調を常に動かしていただくことで、かなりの確率でといいましょうか、このように換気ができるようになっております。はい、なんですが、まあ先ほどもお話ありました入り口、2箇所の扉を開けて風を通すとか、空気の入れ替えをすることも重要だと、私ども思っております。練習室とかご利用いただく際は、空調を確実に動かしていただく、それからサーキュレーターも置いてますので、それもご利用いただきながら、休憩を取っていただくときには扉を開けて、空気の入れ替えも必ずお願いしたい、こういうことで、COVID-19 に立ち向かっていこうと思っておりますので、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。以上、山本のコーナーでした。